どうもこんにちは、カノカズマです。本日はネットフリックスで1月に配信される作品のラインナップを見ていこう。1月もですね、まあもう本当にもう面白そうな作品がねたくさん配信されるようで、いやもう追いつけない、もう見る前から追いつけないなと思ってます。それでは行ってみましょう。1本目は12月31日配信、ザ・オフィス。この作品はスティーブ・カレル主演のコメディドラマで、どんな内容かというと、とあるあの製紙会社で働いている人たちを追ったモキュメンタリーのドラマとなってまして、で何がね面白いかっていうと、このスティーブ・カレル演じるそのマイケル・スコットっていうキャラクターが、その周りには慕われてると思ってるけど本当は全然慕われてないっていう、めちゃくちゃ空気の読めないキャラクターで、で彼のやることなすことが本当に気まずい最低な行動で、でそれを受けた周りの社員たちが本当に気まずい思いをするっていう、そんなコメディドラマとなってまして、これ今まであの Hulu でしか配信してなかったんですけども、今回から Netflix で見れるということで、これめちゃくちゃ楽しみですね。2本目は1月1日配信、パラサイト半地下の家族。はい、もうこの作品は別に説明する必要もないと思いますが、昨年のアカデミー賞最優秀作品賞に選ばれたポン・ジュノ監督の代表的な作品ですね。で、まあ、1月にもその地上波で放送する予定らしいんですけども、ネットフリックスも配信して見ることができて、でしかもなんと今回は字幕版吹き替え版だけではなく、モノクロ版でも見られるということで、まあマッドマックスとかでもね、そういうモノクロ版なんてねたまにありますけども、まあ、このモノクロにすることで新たに見えてくる一面っていうのもありますからね。でしかもこのパラサイトは、まあ、何気ないシーンでも何かの隠喩だったりすることが多いので、あの一時停止してみたりしても全然楽しめる作品なんじゃないかなと思います。1月8日配信、ルパン。ルパンルパーンってねルパンルパーンじゃないけど、まあそれの元ネタですよね。モーリス・ルブランが書いた小説に登場するアルセーヌ・ルパンを、今回はその現代のフランスに置き換えて描いてるそうで、まあちょっとそのシャーロックっぽいというかね、現代でその再解釈して作るっていうのはすごい似てますよね。で主演はオマール・シー、この人あれですね、あの最強の二人のね人ですね。でしかもなんと制作に、グランドイリュージョンのルイ・レテリエが入ってるということで、あのグランドイリュージョンのような、そのイリュージョンのような大胆な盗みのテクニックとか見れるんじゃないかなと、そういう意味でもね、強奪物みたいなものがね好きな人、怪盗物がね好きな人はこれ面白いんじゃないでしょうか。同じく1月8日配信、コブラ界シーズン3。はい、出ました。僕もすごい注目してるコブラ界シーズン3ですね。まあ、この作品はその空手を通じて成長する若者たちのお話を30年ぶりに続編として描いたドラマシリーズで、まあそのおじさんたちの物語でもありながら、若い世代のニュージェネレーションの青春物語でもあるので、全年代の人が楽しめる、そんなドラマです。でしかも今回のシーズン3ではベストキッド2に登場した沖縄編のあの人たちが登場するということなので、ぜひともベストキッド2を見てから見たら楽しいんじゃないでしょうか。1月15日配信、魔法が解けてシーズン3。はい、この作品はまあ一言で言うと、ファンタジーの世界をシンプソンズのスタッフが作ったらっていう、そんな感じで、まあ非常にブラックで低俗なそんな、コメディが満載のアニメになっております。まあ最近ね、もうナロー系のファンタジーとかね流行ってるんで、そういう人たちはねこういうものを見て、その本場の人たちが作るファンタジーっていうのはねこういうもんなんだなってまあそういう風にね思っていただけたらいいんじゃないかなと、まあ非常にブラックなコメディとして面白いと思うのでおすすめです。同じく1月15日配信、デンジャーゾーン。こちらはタイトルだけ聞くと B 級映画のように思われますが、この作品は主演がアンソニー・マッキーです。キャプテンアメリカの、ファルコンでおなじみですね。で、まあ、内容が
激戦地へと派遣されたドローンパイロットハープはアンドロイドの将校レオと共に武装勢力より早く大量破壊兵器を見つけ出す任務を負うという戦争ものであり SF ものであるというそんな感じですね。このアンソニー・マッキー演じるレオはそのアンドロイドだったりとか SF 的なバトル映画が好きな人はこの先もすごい楽しめるんじゃないでしょうか。続いて1月22日配信ホワイトタイガー。この作品はアメリカ映画と書いてますが、まあほぼほぼインド映画ですね。内容がこの貧困から何としてでも抜け出したいと思う男が、とある裕福な一家の運転手となり、そこで持ち前のずる賢さで成功を目指していく、成り上がっていくというそんな犯罪映画ですね。ちょっとこう、マフィアものというか、インド映画でこういうものっていうのが僕はねあんまり見たことがなかったので結構ちょっと楽しみですね。どういうテイストになるんだろうって感じで、まあ、ちょっとこうブレイキングバット的な感じとかもあるので、まあ、犯罪映画とかが好きな人はこの先も楽しめるんじゃないでしょうか。続いて1月25日配信悪霊資料団カウンタース。この作品は韓国ドラマとなってまして、原作がウェブトゥーンですね。で内容が、蕎麦屋の店員を装って地上の悪霊たちを倒す痛快ヒーロードラマとなってます。まあ、非常に漫画っぽいというかね、まあ、本当に漫画っぽいですよ。ジャンプでやってそうなね、そんな内容ですよね。うん、で僕これ予告を見ましたけども、まあ、ちょっとやっぱこうねバトルシーンとかそうアクションシーンなんかはねやっぱり韓国ドラマのねクオリティの高さをね見せつけられるというかね、まあ、本当にエンターテインメントとしてミステリーとかサスペンスとかアクションコメディ、まあ、いろんなものがね詰まってそうで、これはやっぱなかなか面白そうだなと思います。なのでね皆さんもぜひとも見てくださいということで、今回の、1月のラインナップはいかがだったでしょうか。僕はですね、まあ、やはりコブラ会は絶対見ようかなと、あとはもうザ・オフィスも見たいでな、うん、あと悪霊資料団この辺をね、あとザ・ホワイトタイガーこの辺はね絶対見たいなと思います。さあそれでは今回の動画これで以上です。また別の動画でお会いしましょう。お疲れ。Thank you.